さあ、あれ、まだダンジョンじゃないのか。なんだか今までよりも嫌な感じがするよ。気をつけて進む。急にね、信右衛門化する。なんでだろう。ぶどうだ。ん、あれあった、気づかんかった。シャートカットバインド。お3フロアしかないぞ。割とさっくりクリアできるかもね。あ、なんかいるね。やはり彼か。いや、犬いいんじゃね。犬、犬強かったもんね。じゃん、行け、頑張れ。なんで真正面から行くんだ。裏から行って、裏から。しかもこれ勘つってんじゃん。ダメだこりゃ。爆発するよ。地上にいるだけでこいついっぱいいっぱいみたいな。すぐ爆発する。よし、タードナックレベル2、高そう。4コス。あれ、レベル上がって4コス。ああ、減らせるのも全部ってわけじゃないか。全部が1コス減ったわけじゃないんだね。そういうことか。ほら、なるほど。こっちの下は開いてないか。だいたいこういうのってね、脇道から行くけど、逆に言うと正面が間違っていることを確認したい。あ、王様いいんじゃん。お父さん、ここにいた。大丈夫だよ、叫び消せば。親父元に戻るぜ。あのさ、こんなガバガバな隠し通路ある？リューアーナシラ。大体日本でさ、玉座の下に隠し通路っつうとドラクエ1の竜王が有名だけどさ、そのドラクエ1の竜王自体にも元ネタあんのかな。あれ？これゼルダの部屋？なんかないかな、とりあえず。いけない。くそ。完全に詰んだぜ。どこに行けばいいか全くわからない。ねえ。まだ部屋4つしかないのに、一体どこに行けばいいんだ。あ、綺麗に並べられてる。くそー、全くわからないぜ。どこに行けばいいか全くわからないぜ。はい、おじいちゃん、もう開けたでしょ。にんにん、画面が暗いよー。いる？この中間。なんか今回は謎解きよりもバトル優先っぽいよね、ダンジョン。あー、一番初めに見つからないようにやったやつな。わー、まー、そういうこと。見つかるとこうなるぞと。
そういうこと、ダメージ食らってた、わかんねえや。ねえ、倒した方が早いんじゃねえって私は思いましたよ。そういうことね、バレないように行けということらしいので、こういうことですね、うん、ふう、過去にこいつ上飛び越えてきた経験あるからな。あれ閉じ込めなかったっけさっき。あれおかしない、俺さっき閉じ込めてた気がするんだけどね、気のせいか。あれ、あ、3マス分もう一個あったわ。テヘペロ。さあ次。上にもいるんだよね。おー今の気づかれんだ。あーもう次のとこ行きやがった。はよ、規制して。効かねえんだよ、そんな攻撃。おお、中間点が。久しぶりに回ったな。降りっか一回。バカかな。さすがにこれは上かな。長いね。ラストか。何これ、上越えていけってこと？ガバガバということでね、懐かしの、牢屋に戻ってまいりました。なんかいる。え、インパじゃん。あ、でもこれインパもここいるってことは、出てきたら鳥が見えるようになってるね。このチト、城から逃げるとき助けてくれたチトだ。飲められちゃったんだ、ね、この人も元に戻るよ。ん？日記？これってなんだろう。送り出した後、まあそうだわな。たぜにぶぜ、帰るうちにしてやったかったが、夜年並みには勝てぬ。ゼルダ姫を探し出せという声ばかり聞こえてくる。探せと言われている間は無事ということだ、ね、裂け目が消えた話を兵士がしていた、ね、姫様が関わっているのではないかと私は思う。だが心配だ。お怪我はないだろうか。ご無理はされてないだろうか。無用になることしかできぬ己に腹が立つ。城内が騒がしい、ね、姫様の身に何かあったのか、それとも敵が動きを見せようとしているのか。ここを抜け出し姫様に伝えねばな。早く伝えて。
よし。まあそれなりに捕まったが脱出。ピョーン。何の意味もないよね。ツボツボ。こちらスネーク。こんな動きするゲームなかったっけ。マリオパーティーにあったよね。あのボーリングのピンになるやつ。例えばマリオパーティーももうすぐ発売か。おや、どうしよう。打撃攻撃は効かない。くらえ。いや違う、そうじゃない、叫べよ。あ、ギブドじゃねえや、叫ぶのはお前じゃねえ、こっちや。リローデット。超えられない。もういっぺん叫べ。これが一番早いと思います。もうめんどくせえや。もう結局リンクになって攻撃するのが一番早いんだよこのゲーム。いろいろ考えるんだけど結局これなんだよ。だから剣ゲージは大事。高くね体力。ね、おいててててて、なければ一体何で倒すのがいいんだろうね。だってこいつ打撃攻撃効かないからさ、何使うのが一番なんだろうね。よし。うん。もう地下一回まで。やっぱ敵が多いよね。ゲージ横ステージ完全回復。楽々チンチンです。お、めちゃくちゃ宝箱あるじゃん。あ、新しい材料、ねじりかぼちゃ。どうせポタージュできるんでしょ。間に合え。イラッとするやつ。うん。左にもアイテムあったよね。すごいいっぱいあるけど。お、魔物の石。尿。尿管結石かな。魔物の体内で生成されるって言ってたけど。あれに火をつける方法。かがり火を置いて、風機を、
消えるんだよね、火が飛ぶんじゃなくて。違うらしい。知ってるよ。そんなん言わんでもわかるよ。あ、もう実質答えじゃん。実質答えじゃん。よし。あまりね、剣の感覚が。まだ足んない？あったあった。まあ、こうやろうな。あーイラッとするぜ。あ、ついた。もう地下3階入ってる？あー2階か、入ってるね。もういいよ。何してくるんですかね。敵？君は何だい？ブローボール。じっと動かない。一定周期で強い風を吐き出す。うんうん。こういうこと？うわーってこと？そういうことね。うん。このゲームね、落ちてもダメージ食らわないからね。つまり君、どうでもいい。このゲーム落ちてもダメージないんで。あん？そこまで戻さんでも。いやーん。あれ止めなかったっけ。止めねえな。じゃあ普通にいつもの。大体これでいくよね。大体これでいく。あー、なるほど。ふむふむ。ふむふむ。さっき手に入れたばかりのやつをここに置く。風よ！同じようにここに置く。やめて、私が死んでしまう。わからん。普通に開いてんだよ。ふむふむ。うん、ちょっとずれたけど、うん、あ、ちもう終わりじゃない？え？いや、割とまだ一応ここ来るまでの漏れはなし。
で俺もここ行ってボスかなって思ったら割とあったわ。うんうんうん。まあ行きましょうか。結局やること同じなんだよね。結局いつものなんですか。開封だけしとくか。お、ショートカットポイント。さあ、この右と左側はあれスイッチなのかな。そういうわけでもない。じゃあ右から。これはちょっと狼あたりを出して頼りにさせてもらうか。よし、そんな強いな、うん、まあ頼りにしてるぜ。鍵かあれ、仕掛けか。あんまり役立たんだこいつ。あ、見たらそういうことね。よし、殴った方が早いなとか思ってる、うん、小さな鍵。でこれ謎解きだよね。ここに爆発しそうなもんがあるね。現在は爆弾を使おうと思うと爆弾魚を使うしかないんだけど、動くんじゃねえ。動くなよ。よし、お宝。はい、こんな感じ。ってことはここ後かな。鍵取って下ルート行ってこっちから回ってきて宝取って帰ってくる。じゃあ逆ルート先行こうか。逆に参りま、おお、水気いい。リガルフォスからさ、役立たずや。帰れよお前。バーカ。本当にやればやるほどさ、切るのが一番早いという結論にしかならねえゲームなんだけど、このゲーム。普通にこう行って向こうを取って帰っては一応下にもアイテムあるからね。降りよっか。暗いよー。こんな時は提灯あんこ。どこだ、見ていたんだ。おやつ。お、こっちにも食べられてるんだよ。2匹いけば。あ、こいつ1コスになったのか。
こんなに呼べるなんて。ねえ、あんまゲージがないんでね。この奥やね。割と邪魔なんで、渋滞してるから帰って、用が済んだら帰って、給料もらって帰って。100ルピーうまし。そしてもうなんもないね。上がろっか。邪魔なんだよね。よし。あれ？あ、いいのか、合ってるね。割と細かいところまでね、地図でわかるね。